この人は大財閥三菱の社長岩崎弥之助さんですが、この岩崎さんが明治23年のこの頃、東京の丸の内近辺を買い取りましたね。この辺りには陸軍の兵舎があったんですが、これが麻布に引っ越すことになりました。でも引っ越し費用の150万円がどうしてもできない。そこで岩崎さんに買ってもらうことになったんです。そしてその名も三菱瓦と言われるようになったんですが、それまでは車夫たちがたむろして博打場にしていたので、博打ヶ原と言われていました。さてこの岩崎さん、先見の明がありましてね、こんなところにオフィスを作っても仕方がないだろうという言葉を押し切って、強引にレンガ造りの三菱一号館を作ったんです。それでもあたりは草ぼうぼうの寂しいところで、お通夜殺しなんていう殺人事件も起こったくらいでした。しかし岩崎さんは次々にビルを建てて13号館まで作ったんです。そして大正3年になると東京駅ができました。さあこうなると人も通わぬ三菱瓦は丸の内オフィス街へと発展したんです。そして今や丸の内はビルだらけ、会社金融機関が集中してますが、さて先見の明ありと言われた岩崎さん、果たしてこうまで立派になると思ってたんでしょうかね。